車の波形がすげえ分かった。どう行く？右行く？なんなんで？まっすぐないの？神社から行ってもいいよ。超やる気がないルートで。小田急行けばいいんだもん。ジャーさんの行ってるルートで行こうか。うん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 。電車が好きでよくそこで追っかけてる。検証忘れちゃってる。まあ、入れるもんね、ここ。危ない。あの道路沿いからだよ。あ、中に入りました。電車にたっぷり走ってるんですぐ近くだった。このルートは個人的にミス。信号待ちがないんで。行こう。こっち上がっちゃうとさ、信号待ち2個ぐらいあるじゃん。1個あるか。うん。あそこのまたぐところ、新名から。ラウアンからその駅までまたぐところでさ、信号1個あるじゃん。あれがあるから好きやん。あと人通りがすごい少ないじゃん。まあ多分ここのルート行ってるのは俺だけだと思う。めちゃくちゃ天気いいな。こういう風に行っていいのムカつくな。いや今雲ねえじゃんだって一つ。車ないのがね。
っとだけ江ノ島の方がいいのかなと思ってきたけど、でもいいや、小小屋の。だって雲一つないんだ。それじゃあ小小屋の方がいい。小小屋にしよう。あっさりの島にしよう。たぶん飛ばされちゃうもん。ピュストーリーが少なくていい。ここの桜ってなぜかすげえ綺麗だよ。あ、そっか。ごめん、まあ、何？ちょっと悩んでる。そして、なんでハザードつけるの？そうかな。私は乗降して走りますよ。明日あれ？松丸くん？いや、今日。あ、今日？じゃあもういるんがいるんだ。うん、いるっぽい。あちらのなんか公式のアカウントから写真流れてる。なんか彼すごいね。写真、普通の写真撮って川のまんまなんだって。可愛い子なんだ、写真。補正なし。普通のさ、スマートフォンでさ、結構アップで写されてもさ、うん、何一つ補正なくてさ、映像見てそのまんまの顔だったからすげえな。車じゃないとすまんねえな。
まあね。まあね。あ、車あったらね。